い、ボスが芥川の怪我と咳の療養のためにって予約した温泉旅館まだ着かねえのか。間もなく着きますから。っていうかなんで樋口まで来てんだよ。私は先輩の荷物持ちですから。先輩ずいぶん歩いていますが大丈夫ですか。おぶりましょうか。うるさい樋口。すみません。樋口が来てんだったら俺はいらねえだろう。入っていいか。ここまで来て何を言ってるんですか。だいたい昼夜さんがボスから言われてるんでしょ。先輩はお風呂が嫌いだからちゃんと湯船に入ったか確認するようにって。こいつが風呂に入ったか俺がいちいち確認すんのか。どうしても確認しなきゃいけねえんだったら樋口てめえがやればいいじゃねえか。え、お目付け役を私が。ということは先輩がちゃんと湯船に入ったか確認するために先輩と一緒にお風呂へ。無理です。ああ、うるさい。そんなに真剣に悩む問題じゃねえだろ。でも八つ狩りに療養など不要、ましてや温泉など不要。今からでも任務を。八つ狩りが求めるのは太宰さんに認められるための強敵のみ。もういい。芥川も観念しろ。お前が立ち向かうべき敵は温泉だ。とにかく歩くぞ。それにしてもどんな温泉なんだろうな。それなら、この火事が到着したらすぐに温泉の行動について調べ尽くしてやりましょう。温泉は奥が深い。実に興味深い。なんでこいつまで来てんだよ。帰りてー。